ダートコースはややおもの発表。最後に16番のピュア光ゲートに入ります。ゲートイン完了。スタートしました。ほぼ揃いました。まずは押して2番のモンサンスペラーレ、カワスカ3番ビジュミノル飛び出していきます。6番のスリーコーズライン、10番チェリーマドンナと先行集団4頭1段、その後追い上げて12番マースルマン、15番リトルモンスターも前の集団に加わっていきました。その後の集団7番タクティックプラン、16番ピュア光と先行集団、1馬身ハンサ、8番の鳳凰ソルジャー、かわして上がる13番クリスタルボール、中段に11番のカシノラウト、あとはその後3馬身切れました。5番のアスールプラージャが続いて3、4コーナー中間、外に出して1番のタイムファクター上がります。後方ばらけて14番メンディ、9番飛躍、最後方に4番のコツコツキヨシという展開です。縦長で4コーナーのカーブに入っていきました。先頭は3番のビジュミノルが先頭です。4コーナーから直線、2番手10番のチェリーマドンナ、その外12番マースルマン、さらにはリトルモンスターピュア光と広がって400を切りました。前が5頭広がって、この中から15番のリトルモンスターまだ手応え楽、16番のピュア光、ピンクの帽子2頭に外から8番鳳凰ソルジャー、さらに外は11番のカシノラウトが追い込んでくる。200を切ってリトルモンスター、鳳凰ソルジャー2頭の争い、11番カシノラウト3番手、15番のリトルモンスターもう一伸び、1馬身半リード、鳳凰ソルジャー2番手、カシノラウト3番手、リトルモンスター5輪、15番のリトルモンスター人気に応えました。